サラプルの師匠サラプルの通りサラプルの消防署サラプルのセックス車前に設置されたミグマイナス -21 サラプルはロシアのウラル山脈の西側にあるウドムルト共和国にある工業都市ボルガ川水系の大きな支流である鎌川の右岸に町が広がる首都モスクワからは東へキ2 5 0 k m ウドムルト共和国の首都イジェフスクの南東を 66km に位置する 最寄りの町は3 3トル南東にあるカムバルカ。人口は2010年国勢調査で10万1381人、2002年国勢調査で10万3141人、1989年ソ連国勢調査で11万381人。サラプルは1596年の記録に集落として、初出する。当時は、 商店聖堂という木造の聖堂があったため、村の名もボズニセンスコエと呼ばれていた。集落の主な生業は穀物の取引と漁業であった。サラプルという名は、鎌川のこの区間の故障であったと同時に、流域の地域名でもあり、語源は、チュバシ語で黄色い魚を意味するから来ていると考えられ、当時は豊富に生息していたコチョウザメを指すと考えられている。 1780年には、サラプルは、市となり、サラプル軍の中心地となった。これ以後、サラプルは、新古典主義的な都市計画が行われ、聖堂、商家、屋敷などが立ち並ぶようになった。中でもかつて日の見塔だった塔は、ウドムルトンの都市の中でも、印象的なモニュメント的建築である。19世紀のサラプルは、漁業の町から、 比較薬屈製造の街へと発展していた。革命前には多数の制度、修道院の他モスクやシナゴーグもあったが、スターリン時代には商店制度など多数の制度、宗教施設が解体された。1923年から1934年までは、ウラル州に、1934年から1937年までは、最初は、キーロフ地方に、その解体後は、 キーロフ州に属したが、1937年に、ウドムルト自治ソビエト社会主義共和国に属することになった。これ以後、この地方の政治経済の中心は、サラプルからウドムルトの首都となったイジェフスクへと移っていった。19世紀末には、比較産業と靴製造のロシアにおける中心地であったが、独祖戦の際に、多数の機械工場が、ウラル山中のこの地に疎開してきた。 現在は機械工業や通信工業などが中心で、サラプル発電機工場は軍需用などにモーターや電気部品などを供給している。サラプルラジオ工場はモスクワから疎開してきた工場で軍需や民需のために通信機器や無線機器を製造している。ありがとうございます。